マイルズ・テラーは、アメリカ合衆国の俳優。ペンシルベニア州ダウニングタウンで、ニュージャージー州、カーニーズ・ポイント出身の両親の間に生まれる。原発のエンジニアである父の仕事のため一家は、引っ越しを重ね、ニュージャージー州ケープ名やフロリダ州シトラス郡などで、育った。ニューヨーク大学ティッシュ芸術校では、美術学士を取得した。2019年、 モデルのケリー・スペリーと結婚。2010年の映画、ラビット・ホールにおける演技で、クロトルディス少助演団優勝にノミネートされた。2011年に公開された、フットルース夢に向かってでは1984年のオリジナル版、フットルースで、クリス・ペンが演じた、ウィラード役を務めている。テラーは1998年初演の舞台版、フットルースでも、 同じ役を演じたことがある。2012年には、ハング・オーバー。消えた、花婿と、史上最悪の二日酔いのトッド・フィリップス監督の、プロジェクト X と同じく、ハング・オーバー。の脚本家、ジョン・ルーカスとスコット・ムーアが監督する、21、オーバー最初の二日酔いという、テラー主演のコメディ映画2本が公開される。2014年には、 映画、セッションに主演し、数々の映画賞にノミネートされた。ありがとうございます。